ははいこんにちは中学受験「物理を基本からぐんぐん解く」の15回目今日はいろいろなてこについてやってみましょうさあこの「中学受験さくららチャンネルは」は私滝谷直樹が35年間の塾業界の経験とノウハウを全て公開していくというチャンネルです。よかったらチャンネル登録そして再生リストにも飛んでみてください。 皆さんがくじけそうになった時に聞き流すだけでじわじわ力が湧いてくるような動画に出会えるかもしれませんじゃあ早速やってみましょうさあてこというのはね支点支える点と力を加える点力点と実際に、えーまあ、効果、ね、成果を及ぼすための作用点というのが3つあります さハサミだったらこれ支点が真ん中にあります。点、点、点。力作用点さあこれをてこにすると支点が真ん中にありますから支点が真ん中でそして、えー、力点がここにある。で反対側に作用点がある。で、えー、支点までの距離かける力の大きさと作用点までにの距離と作用点にかかる力の大きさ。 ね、えー、距離が長い分作用点にちょっと力が行くんですよね。さあこれが真ん中に、えー、支点があるという場合です、ね。釘抜きなんかもそうですよね。こういうのね、支点、力点、これ作用点です。ここに釘があってね。さあじゃあ作用点が真ん中に来る、えー、テコっていうのあります。さあ線抜きです。 さあ線抜きは支、えー、点がここにありますね。で点力点作用点ここにえー、っとこんな感じのね線があってこれをグッと抜くんですけれどもさあ作用点が真ん中にあるっていうのはどういうことかっていうとねさあ点から。 力点までの距離はこれだけけあるわでですでこれをこういう力でやるとこれかけるこれはかなり大きいですよね。さあそして作用点までの距離が短いですからねえー、この力がすごい大きくなるわけです。ね、弱い力でももうバンといくだからスポッと取れるわけです。ね、作用点に、ね、少ない。 で、ね、大きい作用点への力だから線が抜けるわけですねさあそして今度力点が真ん中にあるてこっていうのもありますさあこれはピンセット、ね、力がね 作用点に働く力が小さくなります、ね、作用点に働く力が小さいんだ。なぜかっていうとねさあ支点×力点までの距離が短いだから力を入れて押してもね作用点か支点から作用点までの距離が長いので。 作用点にかかる力は小さくなってしまうんだだからええー、髪をさ大事な紙をねひュッと挟んではすとかね小さな虫潰しちゃいけないなっていう時にピンセットを使うわけです力点から支点ここは短ければ短いほど大きな力を加えてもこちら側に作用点にかかる、えー、力は小さくなるわけです、ね、支点 力、ね、力、点、ね、点、点作用支かけるどんなに、えー、力を加えても支点から作用点までの距離は長いのでかかる力は小さくなってしまうこれが力点が真ん中の、えー、テコですさあそして爪切りねちょっとゆっくりやってみましょう。これねてこが2つあるんですよ。 が2つあるんです。さあ一つはねここの部分もう一つはここの部分ですさあ手で持ってこうやってグッてやりますよねそうするとねダイレクトにここで詰め切れるわけじゃないんですこれは力点ですここここが点点ににななって、作用点がここになります。でこうなった時にこちらがこういうふうに横下になるんだよね まず最初にこれがグッと生きたきにここがグッとなるんだけど、ね、さあこれどうなるかというと支点から力点まで長いですから少ない力で大きな力を作用点に及ぶぶすことができます,す少ない力で大きな 力が作用点に及ぶさあそして支点力点ねこれかけるこれそして今度これかけるこれが等しいわけですだからこっちは少ない力ですごい大きな力がかかるわけです短いね,ねさあそしてこの爪下今度はこの大きな力がね後部に来た時にねここが力点になります、ね、今度下のところここが手コです 支点力点作用点爪を切るところが作用点です。さあじゃあここはどうかというと、支点かける支点までの長さかける力ね。で作用点から支点までの距離は長いですから。 作用点にはこれよりはかなり小さい力になるね少しね。なんでこれ小さい力にするかというと安全のためです。グッてやったらグッとね肉まで切っちゃう場合があるよね。だから最初に一回後部に入れてそこから少し力がね小さくなるようにする。さあ上は視点力点作用点。ね。視点から力点の距離が長いので 小さい力力で大きな力が作用点に働く。さあこの大きな力を和らげていく支点、力点、作用点。力作用このこれかけるこれの力がここが長いので少し小さい力に爪に力が入るでこれで切れると、ね、爪切りは2段階の力テコなんだということですね。はい、じゃあ、えー、よかったらチャンネル登録お願いします。では、は、今日 ここまでにしましょう。